バイリンは中華人民共和国支戦省出身の女優である。14歳の時に中国人民解放軍に入隊し、3年の間、チベットで兵士たちのための演劇など制作する舞台に所属していた。除隊後、北京に移り、女優として活躍。さらにその後、ニューヨーク大学に留学し、拠点をアメリカに移した。 1994年に公開された、苦労、非正伝説では悪役を演じるなど、いくつかの映画に、派役で出演後、1997年の、北京の二人で、本格的にデビューした。2005年の、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐に、元老院議員の一人として出演していたが、公開前に、雑誌、プレイボーイで、 オールヌードになったため出演シーンをカットされたと報道された。しかし制作側はその写真とは無関係だと主張した。2008年2月13日、ロサンゼルス国際空港の売店で乾電池などを万引きした疑いで逮捕された。万引きしたのは乾電池パック2個と芸能誌2冊で総額16ドルだった。万引きした理由をバレンタイン前に恋人と破局し、 精神状態がおかしくなっていたと釈明。翌月、形成当罪で正式に起訴されることになり、本人が治安妨害の罪で有罪を認め、200ドルの罰金の支払いが確定した。逮捕によって、それまでアメリカの映画データベース、インターネットムービーデータベースで1970年と記載されていた少年が実際に1966年だったことも発覚した。 インタビュー等において、両性愛者であることを公言している。中国出身の国際的女優バイリンに電話で、インタビュー。14歳で、中国人民解放軍に入隊から、アメリカ映画に参加するまで。シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00428222013 年4月27日閲覧。プレイボーイ2005年6月号ロイター。中国出身の女優売人。万引きの容疑で逮捕。2009年2月11日閲覧。シネマトゥデイクロー。 気象伝説のバイリン、軽説東西で起訴。2009年2月22日閲覧。映画 .com。中国人女優バイリン、ロサンゼルス国際空港で万引きして逮捕。2009年2月22日閲覧。ジェンダーイズノット。A プロブレムフォーメ。ニューヨークデイリーニュース2004年5月19日。f h m m ホーヒムマガジン。ありがとうございます。